最大の目的は実際にこう洪水氾濫が起こったところで、いかにこう、避難、歩行で避難することが大変かということを来場していただく高校生の方に体験していただくことが最大の目的です。でそのためにですね、洪水氾濫した水というのが普通 の、 透明な水ではなくて、濁った水ですので、茶色いちょっと砂が舞うような水にしてまして、であと実際こう洪水中避難するときは下にどういう障害物があるか分かりませんので、そういう障害物も中に入れた、実験体験実験にしています。